ノーズね、えー、から顔面がこうぶら下がってるわけね。この顔骨も顔面頭蓋でしょ。で、このノーズこうパッと離すと、これが顔面ですね。か頭蓋、ノーズ蓋がずれるから顔がこう補正するわけね。ね顔に対してノーズが補正するわけじゃないでしょで。脊柱にこの、脊柱にこう不安定な後頭骨が乗って、その前に長形骨。 超形高等低結合、もしくは側頭骨の上に脳が乗っかって、その蓋になっているのが、えー、頭蓋管ね、頭蓋管。なので、この土台を治療しないといけないですね。土台に乗っかってる頭蓋管。土台からぶら下がっている顔面頭蓋。土台からぶら下がっている革骨、ね。これらは代償です。なので、脳頭蓋を調整してあげれば、 えー、基本的には、えー、ほとんど、えー、こういう顔面とか、革骨とか動,す動かす必要はあんまりないですね。これが、ねえー、後頭骨、蝶形骨、腸径後頭低血こね。よくから見ると、こんな感じね。これが、吸気、ニュートラル、呼気。吸気、拡張気ニュートラル、呼気。このように動きます。で、吸気。 呼呼吸気、呼気。小指で高度骨。人差し指で長距離骨、左右でこの動きを感じるんだけど、横から見ると、吸気、吸気、呼気。吸気の時には、こう屈曲でしょ屈曲するときに高度骨は新手ですね。 進展。そうすると、この SPJ、腸径高等低血後は上昇しますね。上,上に上がりません、ね。で、呼吸の時には、こうね、腸径骨の代役は手前、術者方向、高等骨スも手前に行くから、こう、進展するわけね。吸気、呼吸。そうすると、右側呼吸、左側吸気。というと これ左右、これ、大静脈でやったでしょこれの、今、人差し指あるとこに、小指当てる。ね、人差し指は、この、感情方合が終わった、この方合で、これが前頭骨、頭頂骨、側頭骨。ね。それぞれの、骨と骨の狭間ま方の、触れないといけないんですよ。これがテオン方合ね。 の腸形骨に人差し。指の腹で前頭骨も頭頂骨も触れます。でも視線で腸肩骨を触ってます。この時に3つの骨が触れなかったら骨、触ってるところずれてますから。そうすると、あの、腸肩骨の動きを感じてるんじゃなくて、えー、側頭筋の収縮を感じてるだけなので、やってることは全く違います。 消滅高頭的結合を触るときはしっかりとランドマークを保持して感じてください。これを左右、真っンに見つけます。Okay? だから特にイメージしてほしいのはその方法とかね。えー、解剖学書、いろんな解剖学書を見比べて、えーね、それぞれの絵の描き方とか写真とか違うので、な、え、ん、ー、で違うのやろうとかね。それを見て自分の図解ね、こう練習して。 本当に自分の頭で触って分からんものが人の頭触って分からんからね。あの、寝ながらで見かし、B4 も自分でどんなふうに動くかとかね。そこと、こう、ニューヨークとどこにあるんどどれぐらい圧を入れたら、なんか、いたちのきのか。だからこの、表面だけじゃなくて中が動く、そのテントが開く感じをイメージしながらニューヨークを押すとかね。もうこれはもう、 かかさぞこういう練習っていうのを頭で、えー、やっていくと、あの、その、頭触ったときに、あこれ、これってわかるようになります。ただ、今の関節とか、ね、えー、体と違って、頭蓋骨と縫合って、その、第一呼吸をイメージしないといけない部分があるので、その辺は、ね、しまあ一番わかるやつの CB4 とか、仙骨とか、ね、で、こう、動いてるねってわかるように、えー 日々練習していれば、えー、治療はさほど難しいものではないです。